はい、白の字です。今日は私の YouTube チャンネル登録者数が5000人を超えたので、今までの YouTube での経緯と今後の動画作成の方向についてね、お話をしていこうと思います。 YouTube を始めて約5年ぐらいが経ちました。今まで動画をね、ご視聴またチャンネル登録をしていただいた皆様方、大変ありがとうございます。おかげさまをもちまして、この5000人の大台をね、超えたというような、状況になっておりますけれども、この5000人で5年というのはね、毎年1000人ぐらい増えてきたみたいな、そんなイメージを持たれている方多いと思いますが、動画やられている方はお分かりと思いますが、最初の1000人に達成するまで、これが非常に時間がかかって、また困難であります。私もですね、最初1000人を達成するまでは、2年ちょっとぐらいかかったと思います。そして、2、3年経って、この5000人になったというようなところではあるんですけれども、この登録者数が5000人というのはね、YouTube、全てやられている方の中でどのぐらいの割合かということ、これちょっと調べてみたんですけれどもね、5000人いってる人は全体の約 5% 以内というようなね、ことだそうです。5000人なんてね、大したチャンネルじゃないかというようなね、形で、私自体もね、思ってはいたんですけれども、意外とその難関かなというような、そんな感じがしています。当然YouTube 見ていてね、登録者何万人とかいう人結構多いですよね。そこへ来てね、5000人なんて大したあれじゃないかなとも思うんですけれども、それでもね、全体の 5% 以内というようなことではあるので、少数なのかなというような、そんな気はします。それとあと YouTube 自体のそのアルゴリズムによって、そのおすすめに表示される動画というのがね、決まってくるわけです。登録者数が多ければね、その自分の見ている動画の方におすすめされる機会もね、増えてくるというような、そういうことでもあるので、登録者数はやはり多い方が有利だと思います。そしてこの、レベルまでね、上げてくるというのが非常に困難、難しいわけなので、YouTube をやめてしまう方、多いかとは思います。私もですね、登録者数を増やすという、そういう、ね、目的でやってるわけではなく、自分のその車とかバイクの趣味動画の記録の一つ、そしてまた皆様方とそのコミュニティを取る、一つの手段としてね、YouTube を始めました。おかげさまでだいぶ認知されてくるようになってまして、今では動画でのコミュニケーション、そしてまたリアルでのお会いして趣味の話とかですね、そういう輪が広がっているなという、そういうことを実際に体感、実感はしております。今後もですね、引き続きこのような車好きの輪を広げて、皆様方と車趣味を広げていきたいなと、そのように考えているところです。そしてあと、この YouTube での今後の展開についてなんですけれども、今年の初めにですね、一番最初に上げた動画で今後やってみたいことというようなことをね、お話しさせていただきました。その中で、車、同じ趣味を持った人とのミーティング、自動車ミーティングですね、それを私主催でやってみたいというようなね、ことをお話しさせていただきました。そして実際にですね、今年の6月に、信濃路ミーティングという形で、ミーティングをね、行わせていただきました。視聴者さん、YouTube だけでね、やりますよってことを、細々と告知したもんですから、大して集まらないかなと思いましたけれども、それでも約20人ぐらいが集まっていただきました。ミーティングではね、同じその志向の車の趣味ということで、終始和やかに楽しい時間を過ごすことができ、時間を忘れるというようなね、そんな状況で、1日をね
楽しく過ごさせていただきました。そして、第2弾としてですね、秋、10月の今月初旬でしたか、ビーナスラインでツーリングをね、計画予定させていただいたんですけれども、ちょうど天候が悪くてですね、中止という形にねさせていただきました。当初ね、雨大丈夫かなとも思っていたんですけれども、やっぱりちょっとその高知でやるということでね、視界もよろしくない、また寒くなってきているというような、そういうこともあり、苦渋の決断でね、中止とさせていただいたんですが、これ他の方でね、当日ツーリング行かれた方の、画像ですね、いただいたんですけれども、やはりビーナスライン、霧ヶ峰とかね、ああいうところ高いところなもんですから、視界が、ほとんどなかったよっていうのはね、そんな報告をいただきました。ここはね、残念ではありましたけれども、思い切って中止にしてよかったかなというような、そんな感じでいます。このツーリング企画、参加表明結構いただいてましてね、かなり県外からね集まるような状況であったかなと、そんな風に思います。皆さん楽しみたいというかね、楽しみにされていて遠方から来るということではあるので、せっかくね来られて、あんまり良くなかったなっていうのを思いにするよりは、楽しかったというね、そういう思い出としたいというような、そういうことでもあるので、やっぱりね、無理してやることではないのかなというような、そんなような気はします。この信濃路ツーリング、要望ね、またやってくださいとかね、次を楽しみにしてますとか、そういう話、多々いただいておりますから、またね、次回計画してやろうと思っています。そして今年中にね、それが、できるかなとも思ってはいたんですけれども、ちょっと私のね、都合も、いっぱいいっぱいでちょっと難しいということと、あと標高の高いところでの開催となりますと、やはりもう天候以外にもその寒くなってくる、そしてビーナスラインはね、11月中頃にはもう冬季閉鎖という形になってしまうので、ちょっと今年はね、見送りかなというような、そんな状況であります。またこのミーティング、またツーリング等を含めてですね、皆様方がそのリアルで集まって交流する機会、今後もね計画していこうと思ってますんで、ぜひね、ご参加の方お願いしたいと思います。そしてこのミーティングとかツーリングはね、単一者数というわけではなく、私の動画をご覧になっていただいて、同じその趣味嗜好の方をね、対象としておりますので、車種が違うからダメですよとかね、そういう仲間外れ的なことはねあまりしないで、皆さん、同じ趣向で楽しみたいと思います。そしてこのね、私のそのジャンル以外にもね、車趣味で乗られている方、多いわけではあるんですけれども、ちょっと私の乗ってるようなジャンル、また興味を持ってるよとか、そういうことはおりましたらね、気軽に、いろんなその、ミーティングとかでね、実際お話しできればと思っております。私の動画ね、ご覧になっていて、同じ車種買ったよと、例えばそのロータス系をね、結構その楽しい趣味の乗り物だということで、公開して多々ね、公開しているところではありますが、それを見て実際に、車の購入に至ったというような、そういう話を数多くいただいております。本当にね、これもうどうだろうね、数10年以上はね、私実際聞いてますので、かなりいるかなというような、そういう思いでいます。これもね、動画をこのように公開しているということは、やはり影響力が強くなっているかなというような、そういうことでもあるので、この5000人というのは、それなりのね、やっぱその発言力に重みが出るとか、
まあ、その認知件数においてもね、ただ広まっているのかなというような、そんな気はします。まあ、この5000人で終わりというわけではなくね、今後もまた皆様方とその車を趣味を楽しみながら、より一層、皆さんに認知いただいてね、登録者数も増えていけばいいのかなというか、そんなふうに思います。まあ、当初はねこんなに、登録者数増えるとは思っていなかったんですけれども、まあ、5000人のお題を突破したので、まあ、次はね、ぜひ1万人をね目指していこうかなというような、そんな風に考えているところです。まあ、この1万人もね今の、パターンでいくと、まあ、年間1000人であと5年で、まあ、1万人いくかなというような、そんなところが見えてるか見えてないかというような、そんな状況です。まあ、あと5年でね、1万人というとちょっと遅いとは思うんですけれども、その間になんとか、したいかなという、まあ、皆様方ねこれ協力ないと、絶対無理な話ですので、ぜひ、多くのご視聴またチャンネル登録の方をね、お願いしたいと思います。それであと、今後その動画の方向とかまた作成のついてなんですけれども、まあ、動画でその物事を伝えるというのは、やはりその一方的なことが主になるわけですよ。このように何かしらのその動画を撮影して、またナレーションでお話をしたり、まあ、終始自分の思いをその、まあ、動画に収めて皆様方にお伝えしているというようなそんな状況で、要はねこの動画のところでもコミュニケーションできればなおいいかなというような、要はそのリアルの時間を一緒に過ごすという、まあ、そういうことです。この手段としてはですね、まあ、ライブ配信みたいなね、そういうのがあります。以前信州サンデーミーティングで、会場のライブ配信みたいなことをやったことあるんですが、まあ、機器のちょっと不調とか、あとスマホをあと買い替えたとかですね、そういうことがあって、ここ1年ぐらいやめておりました。それでこのライブ配信を、まあ、ミーティングでなくですね、まあ、自分の家からライブ配信をして、その間に皆様方と、双方向で情報交流してみようかなというような、そのことを今ね考えております。これはまあ、自宅のねそのパソコンを使って、まあ、このライブ配信のソフトみたいなのがあるわけですから、それで、まあ、自分がまあ動画に登場しながら、その視聴者さんは、パソコン、まあ、スマホから書き込みをして、リアルでその、まあ、対峙をするというか、要はチャット形式ですよね。こんなことができればね、より一層そのレスポンスよく皆様方とそのコミュニケーションできるかなというような、そんな手段も考えています。ただライブ配信はね、まあ、実際私が動画に登場してね、まあ、要はぶっつけ本番ですよ。ぶっつけ本番でちょっとお話をしたり、まあ、編集できませんから、それを考えて、まあ、いろいろ、まあ、皆様方とお話をしていったり、まあ、あと部屋の周りが片付いてないとかね、まあ、いろんなね、さまざまな問題はあると思います。ただこのライブ配信をねちょっとリアルで取り入れてみて、その都度その都度、その瞬間、聞いてみたいこと、また、私もね視聴者さんにちょっと発信してみたいこととかね、そんなこともちょっと考えてますので、このリアルでのライブ配信みたいなのね、取り組めたらやってみようかなというような、そんなことを考えております。以前ね仕事でズーム会議みたいなのをね、使ってたやったことあるんですけれども、このズームはねまあ、レスポンスがちょっと悪かったりね、要は会議ということはその発言を求めるわけだもんで、まあ、その点一人が、言葉を述べていると片っぽ側皆さん方は聞いているということになるので、まあ、このチャット形式ではあるんですけれども、ズーム会議っていうのはね時間かかるんですよ。
だからね、あんまりその効率が良くないので、今会議やるときなんかはズームじゃなくてリアルで集まってやるみたいな、そんな方向、要は昔方式にね、戻ってきてしまっています。でもこういうね、技術的なものが今進歩、使えるという状況になったので、このコロナのおかげでこの、リアルにこういう配信とかそのチャット形式みたいなのがね、進んできたような気はします。そのズームとはちょっと違いますけれども、この YouTube のライブ配信、これもね、似たようなところはあるので、ただ双方でその会員なわけではないんで、あくまでも主体、コントロールするのはその動画作成者側なもんですから、それについてはね、私が、話を進めて、それに皆様方が乗っていただくみたいな、そんなことをね、ちょっとやってみたいなと考えています。ただリアルでね、それやってみて、皆さん、参加できるかどうかっていうね、またそこがちょっと難しいところであって、ライブ配信は何時にやればいいかとか、何曜日がいいのかとか、そういうこともあるので、もしね、その点ご意見ありましたらね、皆さん、ちょっとコメントの方をお願いいたします。なんとなくですけれども、週末の、夜の例えばそうですね、9時とかそのぐらいがいいのかな。あんまり遅いとね、うちの中でちょっと一人しゃべりしてるとね、家族が何やってるのって形になりますから、その点も合わせてね、いろいろ周りの状況も考えて、できればなんかちょっと取り入れてみようかなというの、そんな形で考えております。はい、それではね、登録者数5000人になったということで、本当にね、ご視聴者の皆様方ありがとうございます。今後もね、このようにいろんなことを考えつつ、皆様方のコミュニケーションのツールの一つとしてね、動画ということで、伝えていってみようと思いますので、ぜひご視聴、ご登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。